はい、僕今回からねドリームダディ日本語版やっていこうかなと思います。マスキングテープに呼ばれる理由があるんだっていうのは、まあ、とりあえず置いといて、まあ、これはね要するに私はシングルファザーなわけ、わかるかい。これ男女の恋愛じゃないんです、これは。そう、シングルファザーなわけ俺は。まああらすじだけなんだけど、シングルファザーの俺が、あのお父様方と恋に恋をしていくという、まあ、これからの時代性の多様性をね受け入れていこうかなとやっていこうか。あ、くかくかぶぶがふがパパぐぎぎふごパパったら起きて。起きる。死んだふりをする。あと5分だけ。ここはね、やっぱ娘に対して、やっぱりちゃんとしたパパってとこ見せないとダメです。起きましょう。あ、普通にいい年じゃん。私は目を開けよう。まあこれ、もともと英語だからもしかしたら役とかちょっと、あれかもしんないけど、まあまあいいでしょう。まあ日本語版出てるからそうでもないかな。私は目を開け起き上がった。引っ越し用の段ボール箱がそこら中に散らばった。リビングルームの真ん中で箱を抱え込んだまま眠る。そんなことないと思うけどな。まあ、あくびをし、体を伸ばす。疲れてんだろうな。おはよう、マンダパンダ。マンダパンダ。うわ、めっちゃネイティブじゃん。うわ、ひどい口臭。歯を磨いてきなよ。あ、じゃあ、ほんとじゃあ、夜寝て、朝まであれだったんだ、寝てたんだ。Build that おっと。え、俺どうしよう。うわ、濃いな、毛が。ここまでちょっと太らせるとちょっとな。さすがにな、ちょっと。やっぱアスリートでしょ、やっぱり。まあこれでいいんじゃない。個性ないなこの顔。シュッとし、どうしよっかなとか、まあもう飛ばすか。ちょっとシュッとさせようかな。あ、ちょっとやらしいわこれ。どれぐらいこれがえぐいゲームなのか分かってないから俺まだ。ちょっとよく分かっ、どうなるか分かんない。ちょっとかっこいい感じしようかな。あんまり、ね、ボケに走るとかね、そういうことはしたくないんで俺は。ちょっとかっこいい感じしようかな。あ、カカロットいるじゃん、カカロット。おいおい、カカロットいるぞ、カカロットが。どうしよう。スーパーサイジにするか。うわ、地味だな。スーパーサイジに行くか、カカロット。鳥山明先生すいません。これじゃカカロット見合うんじゃないの。ないの。あ、惜しい。惜しいな。結構目変わってんな。ちょっと待てよ。できるだけ早く選ぶから、ここもね。いくか。なんか目があれだな。変わってんな。これでいいんじゃない。花。ギリシャ花、ワシ花。ギリシャ花って言うんだな。ちょっと、やっぱ悟空に憧れてる外国人っていう設定でもいいかもな。ちょっとかっこよくしよう。シュッとさせよう。頬張り口、出っ歯。かわいいなぁ。急にちょっとやっぱ可愛げ出るなぁ、出っ歯だと。わっ、ちょっと、やんちゃだね。これしよう、ちょっとかわいいもん、普通に。ちょっとリップがなぁ、すごいなぁ。あ、これ悟空あんじゃない。どうしようかな。やっぱちょっとキリッとした方がやっぱいいよね。やっぱかっこよさ出るから。これでいこうか。ヒゲはどうしよう。あ、でもこれ、あ、でも出っ歯隠れちゃうな。あるかな、その演出。ヒゲの中から出てくる出っ歯とかあるかな。演出であるならいいけど、ちょっとないんだって、これのアイデンティティがな。ちょっと可愛い、若さ大事にいこう、若さを。あ、いいね。スカウターもあるな。あんま生きってほしくないんだよな、俺は。やっぱり、お兄様方にやっぱリードしてもらいたい。あえてここぐらいでいこう。ピアス。ピアスはいい。可愛い感じでいこう、とにかく。お、いいね。ギャップが。これまんまあれじゃん。なかったっけ、ドラゴンボールの私服。どうしよっかな。いや、これ誘ってんな、この目玉焼き。こんな感じだけど、服装はシュッとしてる。これでいきましょう。名前。考えてなかったな。
まあ、これでいこう。その悟空、悟空でいこう。その悟空、孫悟空じゃないから、その悟空だから、これでいこう。その悟空でいこう。孫悟空じゃちょっとやっぱね、やりすぎな気がするから、その悟空。荷造りしながら寝落ちしちゃったの、悟空。ああ、ほとんど終わらせたと思うが。部屋を見回すと、梱包はすべて終わっていた。よく頑張ったと自分を褒めてあげた。ああ、娘がやってくれたっていうよりも、自分でね。おっと、あと一つ残っていたか。うん、何が入ってるの？箱の中を覗き込むと、古い写真を収めた小さなアルバムが入っていた。ひゃは一番になった。わあ、やんちゃだな、これ。おいおいおい。男？女？わかんねえ。男なのか女なのか、急にちょっとここによって、ちょっと、謎が生まれたな、また。一番上になった、ほこりまみれのアルバムを取り足開いてみる。こんな生かした赤ちゃん他にいないよね。お前の父さんとパパが。お前の母さんとパパが。え？何この二択。え？もともとはでも普通に、いや、パパがサングラスをかけてあるまで、お前泣きっぱなしだったからな。で、サングラスを外すとまた泣き始めた。だからお前は2歳までずっとサングラスをかけて変わった生活してんな。可愛いじゃん。これがお前が4歳のハロウィーンか。いいね。トリックアトリートね。ドラゴンの着ぐるみだ。プリンセスかドラゴンか決められなくて重ね着したんだよな。可愛らしい。ドラゴンの着ぐるみに泣いちゃったのを覚えてる。鏡に映った自分を見てドラゴンに食べられてると思って怖くなったんだろう。そうそう、よほど嫌な思い出あったんだろうな。今まで記憶を封印してたくらいだもん。こっちはお前が馬に夢中だった頃の写真だな。 Oh no. パパ、確かあのベルベットの馬は勇敢なるホーシントン卿だったか。めっちゃ馬あるもんな。ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるもんな。そんな名前つけた覚えは。アマンダは写真を奪おうと突進してきたが、私は素早く取り上げると長いリーチを生かして高く掲げた。悪いが、これはいざという時の切り札に取っておく。好きにすれば、私だってパパがスカバンドやってた頃の写真を見たことあるし。なんだと？スカミスとマニフェストはあの時メジャーデビューのチャンスをつかみかけていたんだぞ。私は遠くを見やり、アリス氏の華やかなブラスの音に思いを馳せる。エマピーか、エマピー。それはエマアールよ。エマピーは高校できた友達。こっちがエマアールか。わかるぜ。こういう感じでね、テキストでガンガン進んでいくからね。あれかもしんない。ちょっと重いかもしんないけど。すまん。だが正直に言って、パパがこれからもエマ二人を見分けられるとは思えん。パパ、エマアールは私が7歳の頃から一番の親友なの。少しは覚える努力をして。まあ、確かに若い頃からっていう、若いっていうか、まあちっちゃい頃からの付き合いって感じするよな。そうだったな。確かエマ P といえば。エマ P が高校からだよな。寝ながらうんち読む。寝ぐそすんのか。天才の悪の子でペットを盗もうとした子。まあこっからちょっとさ、笑えないじゃん。これだったら笑えるじゃん。まだ。パパ、そんなことやってないよってこう。来ても、ここら辺はちょっとなんか生々しいわ、普通に。どこのペットかにもよるし、これはこれでちょっとなんかね、まあ、あっちの方がまあ海外上空感はあるけどね。ライターの火、テニスボールにラケットだろ。それはパパがやったことでしょ。そうだったな。だが子供の頃の話だ。私が6歳の子供の頃ね。いいか、アマンダ、パパはわざと警察署を狙ったわけじゃない。火をつけたテニスボールを打ち込みたくなった先にたまたま警察署があっただけだ。うん、パパが警察官にそう説明したのをよく覚えてる。お前が生まれてからなのか。じゃあお前結構な年でそれやってんじゃん。ダメだろう。信じてもらえなかったかな。うん、MRにこの写真を見せてあげよっと。きっと懐かしがるだろうな。お前が写真コンテストで初めて賞をもらった時の写真か。ああ、いい写真じゃん。結構近づいたな。副賞にマックフライデーズのギフトカードを20ドル分をもらったんだよね。燃やしたパパは毒入りのチーズトースターダを食べたんだ。食中毒のことか、分かってて言ってるんだよな。結構長えな、このやりとり。おい、そう、思い出の糧はいいんだよなあ。飛ばせるけど飛ばさない。今でもマックフライデーズの前を通ると、あの事件を思い出して吐き気がするよ。
もちろん素晴らしい賞を取ったお前のことは誇りに思ってる。アマンダは箱の底に手を伸ばし最後の一枚を取り出した、うんうん、私たちは何も言わずにその写真をじっと眺める。おう、I love you。 私が先に口を開いた。ええ、でもここの顔、でもお母さんが多分今いないから、そういう意味でお互い沈黙してるのかな。まあ別に養子にしたでもさ、別に生まれたって表現はいいと思うんだよ。別に養子であってもどうしよう、どっちでもいけるから。今となっては笑い話だが、あの日パパは病院、急に来るな、病院の駐車場で車をぶつけてしまったんだ。フェンダーが曲がっただけで大した事故じゃなかった。でもパパもぶつかってきたおばあさんも慌てふためくばかりで、どうしていいのかわからなかった。だがお前の母さんは今まで見たことない、あーっと右クリックでもいけんのかい。何も問題ないわ。ああ、母さんの言った通りだったんでしょ。長い、いや長すぎるほどの時間が流れただろうか。私は何も言わずただ写真を見つめていた。彼女に会いたい。片親なくすことが、ああ、なくなったんだ。うん。パパ、荷造りを終わらせなきゃ。引っ越しのトラックはいつまでも待ってくれないよ。そうだな。あ。なんか意外とちゃんと作られてる。ごめん、舐めてた。荷物をすべて積み込むと、最後にもう一度住み慣れた家を振り返った。あ、今から出発するんだ。なるほどね。引っ越してきたんじゃなくて。いろんなことがあったよな。お前の母さんとパパがこの家を買ったのが20年近く前だなんて信じられないよ。じゃあもう20歳ぐらいか。私がキャッチボールして正面の窓を割ったこと覚えてる？前昔から腕っぷしの強い子供だったな。窓割りロボットごっこで玄関の窓を割ったことは？お前はとても想像力豊かな子だったよな。じゃあ私が裏の窓割りすぎや。やたらと物を壊す子供だったよ。新しい家でもいろんな物を壊してやろうと。お前も大人になれ、そろそろ頼む。お前もうこの年で割るってなるとね、結構な勢いになっちゃうから、子供の可愛い感じと割り方じゃなくなってくんのよ。思い出は作るもの、家財は壊すものだな。準備はいい？でもこれ確かね、まあなんかアメリカンなノリな感じはするよな。なんかこのジョーク感。私たちはしばらくの間何も言わずに立っていた。この家で成長した娘を見つめる。私はこの場所をずっと忘れないだろう。だがやはり家を置いて去ることに少し心が痛む。でも今んとこ役も別にちゃんとしてるね。自分の車に乗り込み後を追う。私はバックミラーの中で小さくなっていく思い出の詰まった家を見つめていた。ねえパパ。なんだ？新しい家はどんなの？私は咳払いをし、ベタなテレビショッピングの司会者を前で説明し始めた。親子の新しい住まいはメイプルベイという閑静な住宅地にあります。メイプルベイは都市部からのアクセスも良く、その家にはなんと一体型洗濯乾燥機、駐車場も、まずはこうでしょう。それなど車を2台止められる大きなガレージがついているのです。パパの大事な工具も置けるぞ。バイクもな。鋼のポニーさ。パパは V8 キツツを乗りこなす暴れん坊将軍だぞ。ハーレーダディドソンって聞いたことあるだろ。早く出発しろよお前ら。おい。走ってんのかな、もしかして。ダンデムでランデブーなんてな。パパってば。実はバイクには今まで一度も乗ったことがない。むしろ怖くてたまらない。とはいえ前の家よりは狭くなる。大事なのは広さじゃなくて住み心地よ。そう、住めば都って言うからね。いいことを言うじゃないか。楽しみだな。歩いて行けるところに何か面白い場所はある？あればガソリンを無駄遣いせずに済むし、ダウンタウンで駐車するのはちょっとね。確かに買い物ができる場所ってのはいいよね。お前やつになったら縦列駐車を覚えるんだ。そんな日は来ない。その考えを3点方向転換してくれ。なんだこれ、やり方が分かんない。車の横かな、もう分かんないんだ。いやだがすごく閑静な住宅地だ。芝生を踏み荒らす悪ガキを追い回さなくてもいいんだ。その発言ブーメランだぞ。
私は高校の最終学年だよ。そんなことしないって。そうだな。お前は本当に。それ以上言わなくていい。年相応に。パパ何を言おうとしてるのか分かってるから。丸くなったな。聞かなかったことにしてあげる。え？でも絶対忘れてやらないから。で、新しいに着いたらまずどうするの？まずはリビングルームを塞いでる。まあ、あくまでこうチュートリアルなんだろうな。めちゃくちゃ長いけど。まだこの恋愛要素まだ来てないからな。まあ、チュートリアルだよな。しっかり背景をね、見ないと。まずはリビングルームを塞いでる段ボール箱の鍵、壁をかき分けて通れるようにするだろう。それから食器洗浄機を取り付けたら食料品の買い出しと。休憩したら近所の探検に行くって約束して。だが少しは片付けてからだぞ。お、ついに。お、いいじゃん。急になんか、意外と BGM もいいな。ね。ありそう。なんか、昔のゲームに。新しいの前に車を止め降りる。仮揃えられたばかりの芝生に売り物件との看板がまだ残されていた。せいや。アマダの切り一線で売り物件。大丈夫か。いいのかな。まあいいのか。いい動きだ。問題には厳正に対処しなきゃ。あ、外してないといけないやつだもんな。え？ああ、空手キックのせいで疲れちゃった。サンドイッチが食べたいな。もちろんアイスクリームサンドのことだからね。アマンダ、まだ10時だぞ。どうしようかな。真面目に行くか。うまくてヘルシーなアイスクリームサンドを食べたい気持ちはわかるが、まずは片付けだ。さっさとトイレのドアを塞いでる DVD ボックスセット入りの段ボール箱5つを片付けないとベッドで漏らすことになるぞ。確かにマネーの、なんだっけこれ、なんだっけこの感じ、なんだっけ、わかんねえ、わかんねえ、シャチみたいな。懐中プレゼンを決めろ。全13シーズンの DVD ボックスが邪魔でトイレに入れないのは困る。さっさと片付けちゃおう。早く恋愛要素見たいな。わっ、に2 解いたな。2解いたのにこんな汚くなることあるか。もっとさ、一発目は綺麗にするだろう。とにかく散乱している荷箱の片付けに取り掛かることにした。2時間働き通したのだ。ひとまずこれで十分だろう。洗濯乾燥機のおかげで衣類を収めた箱は順調に片付き、リビングを歩き回れるようになってる。ん？もう最初のお客さんか。ドア開ける。こんにちは。うん。あら、いい男、これいたね、オープニング画面に。髪を切れ、これ声どうしよう。髪を切りに整えたハンサムな男が立っていた。山盛りのクッキーを乗せたトレイを携えている。こんにちは。えい。おっと失礼。先に名乗るべきでしたね。僕はジョセフ。隣に住んでいる者です。そうか。ごくんだ。あっと、私の名前だ。引っ越しの番が止まっているのを見て、新しいお隣さんにクッキーのお裾分けに来たんです。娘のクリスティに自分が焼いたものだと伝えてくれとせがまれまして。ジョセフが私の耳元でささやく。と言っても娘はチョコチップを入れただけなんです。内緒にしておいてくださいね。私たちは声を揃えて笑った。ワクキじゃん。はじめまして。ジョセフは微笑み、アマンダにトレイを手渡す。え？え？ああ。どうもありがとう。すぐに立ち去った。アマンダ、ちゃんと挨拶を。まったく。娘のアマンダだよ。普段はいい子なんだが。娘を育てるのは難しいものです。息子を育てるのもね。どんな子であれ育てるには苦労がつきものですよ。わかるよ。子供を2人以上育てるなんて正気の沙汰じゃない。僕は4人の子持ちなんです。あら。悟空のバカ。余計なこと。そのつまり。気にしないでください。悪気がないのは分かっていますから。引っ越してきて最初に知り合ったお隣さんに相手に何たら失態。急に乙女になるな、お前。急に乙女感出すな。そうなんだが、奥さんもいらっしゃるのかな。いや、夫はもう、夫もう、そういう、あ、もうそういう、あ、もともと男に惚れ、これから男に惚れていくってよりは元からなんだ。
夫はいないんだ。亡くなったよ。そんな。すいません、ついお気の毒に。これ夫っての聞き取ったかな、こいつは。いいんだ、気にしないでくれ。なんたる気まずさだ。私たちはしばらくの間言葉を告げず立ち尽くした。うん、すいませんが、今すぐドアを閉めてもらっても。私は女性の意図するところが分からず見返したが、黙ってしたかった。すぐにドアをノックする音が聞こえた。開くと満面の笑みをたたえたジョセフが立っていた。急に喋るな。はじめまして、僕はジョセフ、隣に住んでいるもんです。あ、やり直すってことね。なるほどね。あと亡くなられた伴侶について今回は何も尋ねないと約束しますよ。今度近所の方々を集めて後ろ庭でバーベキューパーティーを開くんです。あなた方もいかがですか？うん、いいね。アマンダと一緒にぜひ参加させてもらうよ。それに子供が4人いるっていうのもよくある話だ。私たちは完璧に仕切り直した証に握手を交わした。では土曜の午後3時にお会いできるのを楽しみにしています。私も楽しみだよ、お隣さん。ただ立ち止まって少し考えるそぶりを見せ振り返った。だから急に喋るなって。立ち入ったことを聞きますが、一人での子育てには気苦労も多いでしょう。もし何か相談したいことがあれば、いつでもこの通りの先にある教会に来てください。僕はそこで若者のために牧師をしています。この人いないのかな、伴侶は。奥さんとも言えないしな。このテーマを扱うゲームに対してね、やっぱ奥さんはとか言えないよな。私はもう若いと言われるような年じゃないんだがね。ナイス。十分お若く見えますよ。気が向いたらいつでもどうぞ。帰っていった。いい人そうだね。顔当てにクッキーの食べかすをつけたままリビングに戻ってきた。あの凍りついた空気を一瞬で溶かすとは、彼のコミュ力を見習わないとな。そう、パパの対応もなかなかだったよ。クッキーはどうした？残念、もうなくなっちゃった。食べ過ぎだ。イエー、がっかりしないで、そんなに美味しくなかったから。言うな。だが全部食べたんだろ。まあね、ちょうどいい、休憩するか。どうするの？じゃあ行こうぜ。いいんじゃない、別に。そこまで行こうぜ、探検に。公園行ってみよう。さっき車で通った時、犬がたくさんいたんだ。オッケー、犬をさらうなら手伝うよ。二度は言わないぞ。パパのカーゴパンツのポケットに犬は入る。これな、アメリカンなんだよな、ここな。ごめん、笑えないんだよ、このアメリカンな感じ。どう考えても物理的に無理がある。外人だったらもう大笑いだろ、これ。はははってなるだろ。もうちょっと一旦終わるわ、これ。まだまだチュートリアルだけど、ちょっと長え。ごめん、一旦切ります。保存中、いいのかな、これで。はい。じゃあ、とりあえず、切り悪いけど、ここで一旦終わるわ。じゃあ、あたしだ。